全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。ダーデンヒロシ後方からの競馬になります。まずは先行争い、11番スカーレットキングずっと前につけます。13番ミレニアムマシリカかわして先頭、8番プラチナムセレブル好位をキープ。これを見るように外側10番ネプフーズ、各馬第1コーナーをカーブしていきます。外を抑えて16番トーマンエマス、3馬身相手6番水の姫、少し差が開いて1番サイレンス鈴鹿、外を抑えて4番サイレンスタロウ、3番フルークソイク真ん中あたりにつけています。続きまして18番アドバンテージ、2コーナーを抜けて向こう正面、内から14番花のマブルス、そのうち2番カクチーノラン、外から17番タレットシェリー。 1000m の通過タイムは1分0秒0、内抑えて15番風のユイカ、内から5番つくしのつよし、続きまして7番アミーグリーズ、少し差が開いて12番シジミチャンス、9番ダーデンヒロシ後方、冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は変わらずスカーレットキング、後ろに8番プラチナムセレブル、各馬大欅の向こうを通過、13番ミレニアムマシリカ後位につけました。これを見るように内側10番レッフーザ、内側16番トーマンエマス、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。ここから最後の力比べ、スカーレットキング先頭を譲らないか、先頭スカーレットキング、残り400を切ってスカーレットキング、その後からミレニアムマシリカ、プラチナムセレブル、3番手から先頭を狙うプラチナムセレブル、先頭に立った、あと200、プラチナムセレブル足色は衰えない、プラチナムセレブルシジミチャンス差を詰める、プラチナムセレブル圧勝ゴール、勝ったのはプラチナムセレブル、鞍上は戸崎啓太騎手、プラチナムセレブルブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦となりました。